こんな感じ。おはようございます、釣り子 TV です。例のブツが届きましたよってね、これ注文していたルアーなんですけども、いやーなんかね、どうですか、でっかい袋に入ってますけども、早速ね開けていきたいと思います。これね、何気にすんごいね楽しみにしていたやつなんで、どうかな、上からこう開けて、さあ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 、はい、あー来たー、キラリンね、あーこれはね、もう届いてる人も結構いっぱいいるんじゃないですかね。デプスって書いてありますけども、そんでもってこの大きなケースね、2020バージョンのあれが届きましたっていうことでね、ここもちょっと閉じられてるので、切って、はーい、じゃあ開けていきます。おーい、おお、すげえ、きたー、いやー、じゃじゃーん、ねえ、コードネームバスのね、新しい2020バージョンカラーの、これはね、カンブナってことでいいんでしょうね、コードネームフナですね。おお、いや、一個持ってるんでね、大体どんな感じかっていうのは、まあ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 、想像はついていたんですけども、手にしてみるとね、やっぱりな、注文してよかったなっていう感じですね。結構この丁寧な、ね、ほんと、船みたい。ね、大きさが何にしてもね、こう、大きなもんで、で、ですね、あ、針がついてて、針がついていて、でスプリットリングがねついていてっていうことで、こんな感じのね付属品が、ついてきます。で結構いろんなね、動画とかいろんなので説明されてるんで知ってる方も多いと思いますけど、この特殊なパーツ、この特殊なパーツをね、ここほっぺた、これで見えるかな、よく見るとここに穴っぽこがね、これ開いてるんです、ここので、ここに刺す、ちょっとね切れ込みを入れて刺して貫通させて、そうするとこうほっぺたにね針がセットできるよっていうことで、そういったパーツがついていて、自分はねまだね、前回のモデルでもやっていないんですけども、まあ、基本的にはこうお腹のねこの2箇所に針をつけてそれで使うんですけども、これによってですね、特殊な、なんていうか、バッファローまあ一本じゃないか、バッファローではないのかな、ホーフックのような感じにもチューニングできますよっていうねギミックが隠されていて、でこのね針、これがね、こんだけ大きなボディなのに、そこまで巨大すぎないというか、まあこの丁寧なね、フェザーがついていて、ブシュワーって感じの針がついているわけではなくて、ほんともうね、釣りにかかってるピンシャンの針がついてきます。っていうことで、あとね、前回のモデルね、去年出たモデルと比べていくと、はい。これがね、去年のね、元祖オリジナルコードネームバスってね、ブラックバスカラーのやつなんですけども、これと比べていくと色のね違いはね、こんな感じね、こういう感じで腹回りとかは変わらず白ですね。で背中周り、あ、で両方ともこうね、インジケーター代わりのようなこういう白いねボワーという塗装がついてくれているんで、結構ねこのちょっとした差し色があるだけで投げた時にねどこにあるのかなんていうのがね見やすいんで、これねすごい便利なんですけども、
で、まあ、なんだろう、腹回りもう一回改めて見るとこんな感じのね、色の違いがあります。これ面白いですね。これで毎年ちょっとずつね、新しい色が増えていくといいなっていうことで、欲しいのはやっぱりニジマスカラーなんかも気になりますよね。こんだけの、ボディシルエット存在感のニジマスカラーとかね、先日も千葉県の亀山ダムでニジマス放流したよなんてブログに書いてあったので、放流した直後ってね、案外ね、ニジマスカラーのルアーが効いたりとかね、あるみたいなので、まあ例えば、ニジマスカラーとか、 あと欲しいのだとやっぱりね、海も想定するとね、この白カラーなんて欲しいですよね。この白カラーなー、去年ね、年末最後の方はね、結構これね、投げたんですけども、何回かねヒットはしたんだけど釣り上げることはできずっていうことで、まあ今年もね、秋、夏の終わりから秋の終わりぐらいまでね、ちょっとね、この城が湧いた時は海のシーバス釣りでね、投げてみようかななんて思うんですけども、まあそこでね、これなんで2個買ったのかっていうと、やはりね、すごい重いルアーなので、これ投げ切れしたらなーっていうことで、やっぱりね、ちょっとビビッでフルキャストできなかったんですよね。でもポイントとしてはできるだけ遠くに投げて追わせる時間をとって、ね、引いてくるっていうね、こういった感じがいいと思うんですけども、何分1個しか持ってないしね、すごいね、大切に大切に投げていて、そうするとちょっとね、飛距離がとかね、フルキャストもうちょっとな、心に余裕を持ってしたいななんて思ったんで、2個目をね、買ってみました。まあ2個あれば1個なくなっていいってわけではないんですけども、まあもしこれで本当のランカー入れ食いになった時にね、これがもし不足の事態でなくなったりして、そしたらもうね、気持ちが落ちちゃってダメじゃないですか。まあそんな時用にちょっとお高かったんですけども、もう1個追加で持っていくっていうのはね、重要なんじゃないかなと思って、いやーって買っちゃいました。まあこれでね、2021またいい色味が出たらね、また注文しちゃうんだろうななんて思うんですけども、何にしてもね、リール、竿も選ぶルアーなので、竿はね、去年自分でバンタムっての買ってだいぶね、投げやすくなったんですけども、やはりね、ちょっとどうなんだろう、専用ではないけども超ジャイアントベイト用の、デプスのストロングマインドとかね、ああいうのもね、これを本当にフルキャストで遠くに入れたいって言ったら視野に入れていかなきゃいけないのかなってね、まあ使ってみたらね、ああそうなんだっていうのね、いろいろ感じたんですけども、ただね、バンタムも非常に使いやすくて、去年は1匹だけどね、ブラックバスの方もね、これで8トラップみたいなのね、試してみたらバコチーンってね、でっかい55アップぐらいのがかかって、でまあそのままね、抜き上げることができたっていうね、非常に豪座をで取り扱ってるんですけども、あれはあれでね、ショートロッドなんで、まあちょっとしたクイックイックイってね、この大きさをクイックにターンさせるのとかにはすごい便利なんで、ただシーバスとかでもうちょっと飛距離とクイックなアクションっていうよりも、たまにこうワンキャストの中で3回ぐらいドゥリッドゥリッって動かすような時にちょっとね、ああいう他の口座も気になるなってね、その他もジャイアントベイトロートってね、魅力的なものいっぱいありますんで、まあそういったところも、視野に入れながら、取り扱っていこうかななんていうふうに思いますが、何にしてもね、まあちょっとあれですね、キープキャストと西日本のね、釣り泊残念でしたけども、まあ各地のね、大阪とか横浜の展示会で展示されていたギラギラ攻撃ですね、あれもまあ間に合えば、2020中に出るんじゃないかなんていうふうに噂されていますんで、そこら辺が出てきたらね、まあこういったルアーとギラギラ攻撃とね、デプスにね、この巨大なジャイアントベイトで資格がなくなってくるのかななんていうふうに思いますので、まあ他のルアーとのね、サイズ感もちょっと見ておきたいと思いますね。これがね、今回来た、コードネームバス、ね、コードネームフナですけども、大きなルアーで言うとやっぱりこれですかね、シャクワン、ね、シャクワンと比べるとこんな感じ、どうですか、まあ、大体一緒なんですけども、尺腕よりも若干こう
太いかなーっていうね、うん、こう、なんだろう、太鼓があとちょっとある分だけ、この太鼓の分だけズンと重くなってるっていうね、そんな印象なんですよね。まあ長さ的にはだいたい一緒のこんな感じで、そんでもって、まあ大きなルアーでいくとね、こうバラムなんてのもありますけどね、バラム300ね、これで結構尻尾が長いので、ここのところがシューッとね細くなってくるので、こんな感じのサイズ感ですが、なんだろう、長さ以上にさらにバラムの方がちょっと軽快なのかなってね、竿を投げやすい、竿が選びやすいのかなっていう印象はあります。まあこれもね結構重いルアーなんですけども、そんでもって動きは全然別物ですね。これはもうストレートにチャーってこうお尻を細かくアピールするんですけども、コードネームバスは結構ねクイックターン、クイックターン、クイックターンみたいな感じのね、結構細かい動き、ダンってこの横の腹の水流をダン、ダンってね、押し出すような、これを、なんだろう、ツイッチすると、ボワンってこう水が爆発するように、こう、ふわってね、動くんですよね。まあ、この質量の移動によって魚に気づかせるっていう感じなのかなと思いましたけども、ジョインテッドクローのこのね、尺腕ですね。これはどちらかっていうと綺麗に S 字を泳ぎ切ってっていう、そんな印象なんですけど、これよりももうちょっとクイックに、クイックに、ブルシューターのようにこうクイック、クイック、クイックっていう感じのターンをしてくれる印象がありました。そんでまあもうこれがあるとね、小型軽く感じちゃいますね。ジョインテッドクローマグナムと比べるとね、こんな感じなんですね。今手に持ってもね、だいぶ、まあ、これやっぱ投げやすいしね、出た当時はね、とんでもねでけえルアーだなーなんて思ったけど、こういうのがねがぜん出てくるとね、だいぶスモールベイトのようにね感じてしまうのかなと。まあここら辺はほんと釣れ線ですよね。ただまあこれで釣っていてめちゃくちゃ当たりが多い時にこれを投入するっていう感じでね使っていきたいなーなんて思ってね、まあやっぱ起点となるルアーなんで、これ重要なジョインテッドクローの、マグナムね。まあ尺腕と比べてもまあこんな感じですが、そんで最近買ってご紹介しましたけども、たまたまねなんかでかいルアー付いていて、はい、これがね、アイスライドの 262T ってメガバスのやつですね。今年ちょっと投げてみようかなと思ってね、1個買ってきたんですけども、だからやはりですね、こうジョイクローがいて、でまあここら辺がボスクラスででかいのがいて、この下にねこういうちょっとね、26センチ前後の、ルアーも今年は1個手に入れてみたので、で泳ぎの質を変えたい時はこういったバラムとかも用意してっていう感じかなとね、一応ね準備はね、準備は進めております。で、あとリールですね。ちょっとね、今年今ここら辺のを快適に投げるためにね、パワフルな、リールをね、一つね、今注文しているので、まあ、どのリールになるのかっていうのはね、買ったらまたすぐご紹介したいと思いますので、お楽しみにという感じなんですが、今のところでいくと、旧型のエクステンス DC に太いピー入れてとかね、あとはアブのビッグシューターシリーズに太い糸を入れてっていう感じで使っているんですけども、去年後半はね、まあDC ブレーキのやつね、あんまり太いピーががっつり入らないので、そういった意味ではね、アブのリールね、ビッグシューターコンパクトとか、ビッグシューター、実際にコードネームバスで釣った時は、がっつりね6号ぐらいの PE を、多めに入れたかったんで、確か、初代のビッグシューターね、ビッグシューターでやって非常に具合が良かったな、投げやすかったな、安心感がねやっぱ増えるっていう感じだったので、でまぁ、ちょっとね終日投げるとビッグシューターだと思うよなんていう時に、まあビッグシューターコンパクトとかね、そういったのでやってみてるんですけども、あとはねギア比の方とかもまぁ、ちょっといろいろなね番手の、ハイギアからローギアまで試してね、今年もチャンスがあったら投げてみようかななんて思いますが、まぁ、このカラーが出てくれたので結構
持っていくは持っていってね、春のリザーバーね、序盤戦からちょっと投入したいなっていうのもある。まあ、釣れる釣れないはね、別ですけど、何しても投げるとものすごいね、魚が興味持ってね、寄ってくるんで、あ、いたんだね、そんな感じでそこに食わせのルアーを投げるってね、ティーザーベイトというかですね、まあなんていうか、これで魚がいるのかどうか確認するのはすごいスピーディーにね、できるいいルアーだと思いますので、まあそんなこと言ってないでね、実際に釣る方でもね、どんどんやっていきたいとは思いますが、今年もね、せっかく手に入れたんで積極的に、投げていこうかな、なんていうふうには考えております。というわけで、本日の、動画はこちら、ね、デプスのウェブメンバーになると、注文して買うことができる、コードネームバズ、これの2020カラーね、これカンブナでいいと思うんですけども、これが家に届いて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。